金峰山寺は奈良県吉野国吉野町にある金峰山主原本州の本山。本尊は蔵王権現、回帰は縁のオズヌと伝える。金峰山寺の所在する吉野山は古来より桜の名所として知られ、南北朝時代には南朝の中心地でもあった。金峰山とは単独の峰の古障ではなく、 吉野山とその南方二十数キロメートルの大峰山系に位置する山上が竹を含む山岳霊場を包括した名称である。吉野、大峰は古代から山岳信仰の聖地であり、平安時代以降は霊場として多くの山系人を集めてきた。吉野、大峰の霊場は和歌山県の高野山と熊野山山、及びこれら霊場同士を結ぶ巡礼路と共に、 世界遺産、紀遺産地の霊場と三景道の構成要素となっている。道鳥に大門道道路奈良県南部の吉野山に位置する金峰山寺は、7世紀に活動した伝説的な三輪修行者、炎能ズヌが改装したと伝え、蔵王権現を本尊とする寺院である。金峰山寺のある吉野山庭吉光神社、女意林寺、竹林院、桜本坊、 吉蔵院、吉野水文神社、金峰神社など、他にも多くの社寺が存在する。吉野山とは、一つの峰を指す名称ではなく、これらの社寺が点在する山地の広域地名である。また、吉野山の二十数キロ南方、吉野郡天川村の山上が竹の山頂近くには、大峰山寺がある。吉野山の金峰山寺と山上が竹の大峰山寺とは、 近代以降は分離して別個の寺院になっているが、近世までは前者を山下の座王堂、後者を山上の座王堂と呼び、両者は不可分のものであった。金峰山寺とは本来山上、山下の二つの座王堂と関連のシーンなどを含めた総称であった。国土の七割を山地が占める日本においては、山は古くから聖なる場所とされていた。 中でも奈良県南部の吉野、大峰や和歌山県の熊野三山は、古くから山岳信仰の霊地とされ、山伏、修験者などと呼ばれる三輪修行者が活動していた。こうした日本古来の山岳信仰が、神道、仏教、道教などと集合し、日本独自の宗教として発達を遂げたのが修験道であり、その階層とされているのが縁の大津である。 縁の行者の呼び名で広く知られる縁のオズヌは、7世紀前半に今の奈良県御世市に生まれ、山和国と河内国の境にあるカツの山で修行し、様々な県力を持っていたとされる伝説的人物である。奈良県西部から大阪府にかけての地域には、金峰山寺以外にも縁の行者階層を伝える寺院が数多く存在する。 俗日本記の文武天皇三年の上には、猿之丞ズが伊豆国へ留在になったという記述がある。このことから猿之丞ズが実在の人物であったことは、わかるが、生死に残る猿之丞ズの自席としては、俗日本記のこの記事が唯一のものであり、彼の超人的イメージは、主権道や山岳信仰の発達とともに、後世の人々によって形成されていったものである。 金峰山寺は縁の行者が創立した主言道の根本寺院とされているが、前日のように縁の行者自体が半ば伝説化された人物であるため、金峰山寺早々の正確な事情、時期、創立当初どのような寺院であったかなどについては、不詳と言わざるを得ない。金峰山寺及び大峰山寺の本尊であり、中心的な信仰対象となっているのは、蔵王権元という、 仏教の仏とも神道の神ともつかない独特の御事格である。金峰山寺の本尊は三体の座王権限で、その造用は、火炎を背負い、頭髪は逆立ち、目を吊り上げ、口を大きく開いて、憤怒の層を表し、片足を高く上げて、虚空を踏むものである。インドや中国起源ではない、日本独自の尊像であり、密教彫像などの影響を受けて、 日本で独自に創造されたものと考えられる。主言道の伝承では、蔵王権元は縁の行者が、金府山での修行の際に監督したものとされている。金府山寺らの中高の祖とされるのは、平安時代前期の新言宗の僧で、京都の第号寺を開いたことでも知られる消防である。消防創上伝によれば、消防は、官平六年、荒配していた、 金富山を再興し、山経路を整備し、道を混流して、如意林、観音、多門高し、金剛座王菩薩を安置したという。金剛座王菩薩は、両部曼荼のうちの大蔵会曼荼に見える、密教村である。この頃から、金富山は、山岳信仰に、密教、末法思想、浄土信仰などが融合して、信仰を集め、皇族、貴族などの産経が相次いだ。 金峰山に参詣した著名人には、歌鳳王、藤原道長、藤原氏通、白川上皇などがいる。このうち、藤原道長は、山上の金峰山寺、蔵王堂付近に金峰山京塚を造営しており、日本最古の京塚として知られている。埋納された京塚は、江戸時代に発掘され現存している。金峰山は未来仏である。 金布村の頂上付近には多くの京塚が造営された。主験道は中世末期以降、本山派と東山派の二つに大きく分かれた。本山派は天台宗系で御城寺の円鎮を開祖とする。この派は主に熊野で活動し、総本山は天台宗寺門派の称号院である。一方の東山派は真言宗系で、 消防を海祖とする。吉野を主な活動地とし、総本山は第五次御保院であった。金峰山寺は中高の祖である消防との関係で、東山派とのつながりが強かった。中世の金峰山寺は、山上、山下に多くの支援を持ち、多くの僧兵を抱え、その勢力は、なんと北霊にも劣らないと言われた。南北朝時代、 五代醐天皇が吉野に移り、南朝を起こしたのにもこうした軍事的背景があった。近世に入って、慶長19年、徳川家康の命により、天台宗の僧である展開が、金婦山寺の学頭になり、金婦山は天台宗の参加に置かれることとなった。明治維新となり、主元道信仰は多大な打撃をこむった。 1868年に発布された神仏分離令によって、長年全国各地で行われてきた神仏集合の信仰は廃止され、寺院は廃寺になるか神社に変更し、生き延びるほかなかった。1872年には追い打ちをかけた形で修験道廃止令が発布され、1874年には金峰山寺自体も廃寺に追い込まれた。 その後あまりに過激化した大乗官政府の宗教政策が鎮静化したことや僧侶、主言道者らの嘆願により1886年には天台宗主言派として主言道の再興が図られ金府山寺は寺院として復興存続が果たせたただし山上の座王道は大峰山寺として金府山寺とは分離され現在に至っている 太平洋戦争後の1948年に天台州から分派独立して大峰主元州が成立し、1952年には金峰山主元本州と解消、金峰山寺が同州総本山となっている。2004年に座王道と二王門が世界遺産、紀遺産地の霊場と三景道の一つとして登録された。本堂細部本堂平面図吉野。 大峰ケーブル自動車の吉野山駅を出てしばらく歩くと金峰山寺の総門である黒門がありそこから旅館飲食店土産物店などの並ぶ上り坂の山道を行くと途中に道鳥居がある吉野山駅から徒歩10分ほどのところに二王門その先の小高くなった敷地に本堂が建つ転居2000年までの指定物件については国宝 重要文化財大前別館による、ありがとうございます。